今日また YouTube から案内がありまして、YouTube プレミアム、個人プレミアムの料金改定についてってことなんですけど、昨年行われた YouTube の料金改定以降、アルゼンチンのカ替セレートは大きく変動していますと、皆様にご満足いただけるサービスと機能を引き続きお届けするべく慎重な検討を重ねた結果、この度料金を月額1899アルゼンチンペソに改定することになりました。今回の改定はプレミアムをさらに充実させ引き続、 続き youtube クリエイターやアーティストをサポートしていくためのものですということでなんですねこれねここ3、4年ずっとなんか毎年生きてるんですよ youtube のプレミアムは2021年の7月にゆっくり解説の動画見てですね月180円で契約できるよっていうので申し込みしたんですよで今日本の場合だと1000と80円ぐらいでしたかね結構高いんですね月1000円以上するんでなので180円とかねそのぐらいで契約 できるっていうことでこれねアルゼンチンの vpn 使ってできたんですよそれで度重なる値上げですね日本の料金も家族料金でしたかねあれはなんか値上げになってましたよねいつかで今回値上げになったのがここなんですけどかなりのねアップリ2なんですよでさっき言った通り初めてプレミアム契約したのが2021年の7月ですねでこの時がアルゼンチンの料金っていうのは119アルゼンチンペソ なんで、すよでこれ、レートがね、この時に1.16円ですね。で、料金が、これで言うと138円だったんですね。で、翌年22年の11月に389アルゼンチンペソに値上になりますという案内が来て、この時のレートがね、なんと0.98なんですね。ここはね、結構上がったんですよ。 381円。まあでも、ワンコインですからね、別に。ワンコイン以下なんで、問題なかったんですね。で、翌年、1年後の11月。これがね、869アルゼンチンペソ。なので、支払いがね、148円です。ここ、1年ぐらいはずっとね、148円で使ってました。で、今回案内が来た、2024年の4月からですね、これが1899アルゼンチンペソで、今のレートで行くとね、0.17なんで、323円になりますよと。なので、あまりね、 正直変わってないんですね。そんなに。まあ、アップ率は大きいんですけど、いずれにしてもワンコイン以下なんで、そんなにね、影響はないっていう感じですね。これ見ると、アルゼンチンペソーでのプレミアム料金っていうのがめちゃくちゃ上がってるんですね。ただ、レートがね、どん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 下がってきてるんで、円での支払いはそんなに変わってないんですね。500円以下なんですよ。だからあまり影響がないっていう話なんですけど、それで、YouTube のプレミアムの料金って、 国によって全然違うんですね。なので、今現在で言うと、アルゼンチンとかっていうのはかなり安いんですよ。逆に、イギリスとかアメリカは日本より高いんですね。1900円とか、日本が1180円じゃないですか。かそれよりもね、アメリカ、イギリス、オーストラリアは高いんですよ。なので、国によってね、これだけ違う。 いいううのはななんんかかちょっっと不公平かなっていう気すするんですけど僕ね、YouTube プレミアムでないと困るんですけど、でも1000円は払いたくないんですね、正直。だから、やり方によったら、アプリでね、広告出ないようにするやつっていうのはあるんですけど、それやり方ね、一回 YouTube 上げたら、 削除されたんですよ。だからそれやるとね、それはノラアプリなんですけど、まずいんで、普通にね、ちゃんと合法的にお金払って、YouTube プレミアムは利用したいんですけど、なんせね、高いですよね、これね。1000円以上はね、ちょっと高いなと思うんですよね。だから、日本でも500円以下にしてくれたら、別に普通にね、めんどくさいことしなくても契約するんですけど、あまりにもね、高いですよね。はい、ということで、このプレミアムのね、値上げ、アルゼンチンのやつなんですけどね、来るたびに動画上げてるんで、ちょっと過去動画 見ていただ、けければと思うんんでですすど毎毎年毎年、ね、来てるんですよただ実質、日本円での支払いっていうのはそんなに変わってないんで、そのレートによってね、多分 YouTube の方でも調整はしてるんだと思うんですけど、レートがね、今後大きく変動したりすると怖いので、あまりね、歓迎するべきことではないんですけど、日本でね、本当にさっき言いましたように、もう少し安くしてくれたらなっていうのがあるんですね、正直。はい。そんなところでね、今日は値上げの口でした。以上でございます。